それでは皆様、大変お待たせをいたしました。2回目の当選を見事果たされました、今井絵理子参議院議員より、皆様にご挨拶をさせていただきます。遅くなって、本当にすいませんでした。まずはじめに、安倍元総理がとても残念なことになり、一昨日、お亡くなりになりました。これまでの安倍元総理のご尽力に感謝をし、そして哀悼の意を表したいと思います。この選挙、私自身、怪我から始まった選挙でした。怪我をしたとき、もうこれはダメかなと。立候補するのがいいのかどうかも迷いました。だけど諦めるのは簡単です。諦めない、そういった生き方を選択したいという思いで、怪我をしながらでもなんとか皆さんの、多くの皆さんの支えの中、こうやって当選することができました。全国に今井絵理子と一票を託していただいた皆さんに感謝をしたいし、そしてこれまで今井絵理子を支えてくださったスタッフの皆さん、そして今日ここにいらっしゃる支援者の皆さんに本当に感謝をしています。ありがとうございます。なかなかスピードだけにスピード感のない当選結果でしたが、でもこの結果を踏まえて、私自身これまでスピードという看板を、そして1期目とは違う厳しさというもの、裸の今井絵理子をきっと皆さん応援していただけたんだなと。これからは政治家今井絵理子としてスタートいたします。しっかりと皆さん、思いや声、今井絵理子に届けていただきました。しっかりと向き合いながら、これからの6年、頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。